本日はブレイキングダウンナインオーディションに出演し、一躍脚光を浴びている所沢のタイソン氏が試合まで10日と迫った8月16日、自身の YouTube チャンネル内にて気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。ブレイキングダウンオーディションにて瓜田淳史選手は、所沢のタイソン氏に対して、こいつはこの場で試合をしないと、8月の本戦当日には絶対に来ないと思う。と発言し、さらに対戦相手である奥野隆氏は、この場で俺と戦え、こいつは本戦が決まってもどうせ逃げる、絶対に会場には来ない、などと語っており、所沢のタイソン氏が試合当日に姿をくらまし、会場には来ないと予測しておりました。さらにファンの中では、所沢のタイソンか、元祖アウトロー系のインフルエンサーって感じだが、うさんくささは悟るに通ずるものがあるな、多分当日はリングに上がらないシナリオも持ってそう、悟るの2番煎じになるから寒いけどな、悔しい、ほんまに悔しいけど、今回のブレイキングダウンは所沢のタイソンだけの試合が見たい、 PPV 買うリスクは所沢のタイソンが当日バックれる可能性がある、そうなったら見たいカードが何一つない恐怖。タイソンの相手が奥のエドポロキング、ウリタらしいのですが、おそらくサトルみたいに当日になって、タイソンは逃げることが容易に想像できます。払い戻しが怖いので別途対象外ですが、3000勝1敗になるのか要注目。など、所沢のタイソン氏に対して試合当日にバックれるのではないかとの予測が多く、飛び交っておりました。そんな中、所沢のタイソン氏は8月16日自身の YouTube チャンネルを更新し、フェイス2フェイスの練習をしましたと題した動画を更新し、その中でゴルフクラブをスイングしつつ、ナイスショット、ナイスショット、見ればわかるだろ、俺は今ゴルフの練習をしてるんだよ、ここは打ちっぱなしだろ、あ、ダフっちゃった、もうブレイキングダウンとかどうでもいいよ、格闘技とかブレイキングダウンとかもう関係ねえよ、俺は今ゴルフをやろうかなと思ってるからゴルフに集中してえんだよ、これはマジだからな、8月26日のブレイキングダウンはちょっと辞退するかもしれねえな、8月26日は朝1からゴルフのコースを回りたいんだよ、これは笑い事じゃなくてマジだからな、お前何笑ってんだよこの野郎、俺はゴルフに集中したいから YouTube の撮影とかやめてくれよ、わかったか、などと語り、ゴルフに集中したいからブレイキングダウンは辞退するかもしれないと冗談も交えて語っております。このエンターテイメントとも取れる所沢のタイソン氏の発言に対して、ファンの中では、不思議なことに所沢のタイソンが可愛く見えるのはなぜだろう、この人面白い、ギャグ戦抜群、てかツッコミどころ満載すぎるだろ、練習はしないって言っただろう、カメラマンが必死に笑いこらえてる、タイソン好きすぎる、など所沢のタイソン氏のエンターテイメントに対して称賛するコメントが多く集まっております。注目の集まる所沢のタイソン VS 奥野隆の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。